海道しか勝たん。こんにちは。動物を取るために北海道に移住したキートです。というわけで今日はね、家の中でドローンを飛ばしていきたいなと思います。たくさん他の場所で飛ばしたいって気持ちしかないんですけども、どうもね、やっぱドローン飛ばせる場所めちゃくちゃ少ないんですよね。で、まあこうやって家の中やったら絶対飛ばしていいんで、まあ飛ばしてみようかなと思います。まあまあ面白い写真撮れるんちゃうかなと思ってて、なんか360度パノラマ、インスタ360みたいなやつが撮れるんじゃないかなと思っておりますので、やっていきたいなと思います。それではレッツゴですか。しんど。というわけで家の中でドローンを飛ばしてみたでした。外やったらビビたる上昇とかね、ちょっとのなんか幅とかやったら全然気づかないんですけど、家の中やとそのちょっと上がるだけで上の照明とかぶつかりかけたんでヒヤヒヤしましたね。普通に考えたら分かると思うんですけど、やらない方がいいです。さあ、というわけで見ていきましょうか。あ、飛んでいます。うおぉ、天井終わってんな。ちゃんとなんか人が繋がっててすごいですね。3枚の写真繋げてる割にほとんどなんかブレてないというか、明るすぎたかな。キモい向けの写真も撮れるんですね。プラネット、うおー、やっぱこの写真撮れるのすごいな。やっぱドローン楽しいかもしれない。逆球体に。やっぱこれすごいな。なんかインスタ360とかもあるけど、こんな感じでできるのすごいかもしれない。天井どうしたんだろうな、ほんでもってね。あー、ちょっとこれ以上無理か。いや、マジでこれ楽しいわ。というわけで、以上、家の中でドローン飛ばしてみたでした。チャンネル登録、高評価、およびインスタのフォローよろしくお願いします。それでは。